わかった？ちょっと帽子かぶってるからわかりづらいかもしれないけど、嫌な顔するんですよ。ちょっとわかりづらいかな。ほら。まあ塗ってもいけるんですけど、塗らなくても手すりから上に登れるよっていう。たたたたたたた。両方プロペラが下がってる時に矛割ると、両方上がるっていう。ちょっとびっくりする、オブジェクト。ヘンタクルズが、こっちに気づいてくれます。ちなみにタコだと、ヘンタクルズのポーズが変わります。青になった。青になりました。手上げて渡ってる。えらい。割ってないのにやられちゃう。プロペラで倒す。いるね。容赦なきゃやっちまうか。ちょっと待って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 。あはははは、飛び散った。やっちまった。プロペアから飛び散ったインク出られちまった。カーリングボブを流してる最中のイカ、ガッツポーズをします。自分今イカ忍者っていうギアつけてるんですけども、イカの移動バレないんですよ。でもこの草に触れると草こうやって揺れるんだよね。イカ状態でも揺れちゃうんですよ。これで時々敵の位置が分かったりバレちゃったりします。ガチホコを持つとイカちゃんは笑顔になる。